皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。これは茨城県の中学校3年生に制作した動画です。今日は数学を皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。中学生の皆さんからは、資料の種類が多い問題はどのように解いていけばよいのか、そのような悩みをよく聞きます。例えば資料がたくさんあってどれを使えばよいのか迷ってしまう、あるいは資料の見方がよくわからない、そんな声が聞かれます。今日は私たちと一緒に問題を解いて悩みを解決していきましょう。では早速ですが、ワークシートを見てください。ワークシートがうまく印刷できなかった人はノートを開いて動画の問題を見てください。まずは問題の確認です。達也さんたちは昨年の夏の高校野球甲子園大会の決勝戦で投げ合った島袋陽介投手と一二三慎太投手と対戦し、ヒットを打ってみたいと思いました。そこで2人の甲子園大会の投球の記録について調べました。2人の投手の投球記録を表にまとめました。次の括弧1から括弧3までの各問いに答えなさい。括弧1、2人の球速の範囲がそれぞれ時速何キロメートルであるのか求めなさい。括弧2、達也さんたちは一二三投手の投げた球を打つための練習について話し合っています。表を見ると球速の平均は時速 131km だね。それなら平均の時速 131km に的を絞って練習すればいいのかな。だけどヒストグラムを作るとこんな風になったよ。ヒストグラムは図1のようになりました。図1のヒストグラムを元にすると球速の平均である時速 131km に的を絞ることは適切でないことがわかります。その理由を図1のヒストグラムの特徴をもとに説明しなさい。括弧3、達也さんたちは図1のヒストグラムを見て投球を直球と変化球に分けて考えることにしました。直球だけについてそれぞれの投球のヒストグラムを作ると図2、図3のようになりました。図2、図3のヒストグラムを比べて読み取れることについて正しく述べたものを下のあからえまでの中から一つ選びなさい。2人の投手の直球だけについてのヒストグラムは図2、図3のようになりました。あ、い、う、えのどれが正しいでしょうか。これだけ問題が長くてグラフや表の資料がたくさん出てくるととっても難しい問題に感じますね。でも大丈夫、今日はそんな不安も解消できるようにみんなで頑張っていきましょう。ではいよいよ問題を解いていきます。最初は解かなくても大丈夫です。自分で考えてみることが大切です。動画を止めて問題を解いてみましょう。